アテーナイの初代の王ケクロプス。ケクロプスとはギリシア神話の人物である。主にの2名が知られており、いずれもアテーナイの王である。以下に説明する。このケクロプスはアッティカの初代の王である。フオエレクテウスの生を受けた大地から生まれ、姿は下半分が蛇、上半分が人間である。エジプト出身とも言われる。 アクタヨスの娘アグラウロスとの間に、エリュシクトーン、アグラウロス、ヘルセー、パンドロソスを設けた。ケクロプスの治世中に、アテーナー人とポセイドーン神がどちらかを守護神として、選べと迫った時、知恵深く、資料深い王は国民にふさわしい贈り物を送った、方を守護神にするとした。ポセイドーンが、塩水の泉を作り、アテーナーはオリーブを植えた。国民は、 アテーナーを選び、アテーナーを守護神にすることに決めた。以降アッティカ王は、国の名をアッティカからアテーナイと変更したのである。しかし息子のエリュシクトーンが子を残さずに若いうちに、死んだため、アテーナイの王位は、クラナオスに渡った。またケクロプスの娘たちはアテーナーからエリクトニオスの、入った箱を預けられた時、中を見ることを禁じられたにもかかわらず、 箱を開けてみてしまい、エリクトニオスを守っていたヘビーか、あるいはアテーナーの怒りに触れて滅びたという。このケクロプスは、アテーナーエレクテウスとプラークシテアーの子で、パンドロス、メーティオーン、プロフリス、クレウサ、オーレーテュイアと兄弟。エウパラモスの娘メーティアドゥサとの間に、パンディオーンを設けた。父エレクテウスは、アテーナとエレウシースが戦争になった時、 自分の娘を犠牲にして、エレウシースに味方したトラーキアをエウモルポスを殺した。しかし、これがポセイドーンの怒りを招き、エレクテウスは滅ぼされた。このため息子のケクロプスと兄弟たちの間で王位を巡って争いが起き、クレウサの夫、クスートスが裁定を下して、ケクロプスを王とした。しかし後にメーティオーンの息子たちが内乱を起こし、息子のパンディオーンは、 メガラエケクロプス自身は、エウボイア島に亡命した。遺伝では、アッティカから崇拝を受ける権利を、ポセイドーンとアテーナーが、争い、まず、ポセイドーンが、自分の三冊の矛を用いて、アッティカのアクロポリスの中央に泉を生じさせた。次に、アテーナーがアッティカに、オリーブの木を植えたが、アテーナーは、ケクロプスに対し、彼女が先に木を植えたと証言するよう命じた。 ニシンの争いを神々が審判することになると、ケクロプスはアテーナーに有利な証言をした。アッティカはアテーナーのものとなり、アテーナイと呼ばれるようになった。ケクロプスはアテーナイの王になると、アテーナーを崇拝するよう人々に勧めたほか、官婚葬祭の改革や法の整備などに尽力した。ありがとうございます。